Yo guys, this is Drunk Animation, aka Wookie. Join the Drunk Animation Guild and the Discord. The link's down in the description down below. Right there. You see that? See that button right there? Click it. Join the and click the link. And also, if you want to watch more of me, the amazing Drunk Animation, my Twitch channel is also down below. And it's also in the description down below. Right there. I told you. Right there. Down there.
Thank you.
隣の塔。教授が言ってたのは確かこっちだったよな。見た目はさっきまで調べてたところと何も変わらないけど。アグモン、他の獣の気配とか感じる？わかんない。危険な気配があるときはすっごく嫌な感じがするんだ。でも全然気配がなかったのにいきなり敵が出てくることもあるんだ。うん、ありがとう、アグモン。行こう、アグモン。いつ敵が出てきてもいいように警戒はしておこう。うん、何か役に立つものが見つかるといいな。いた、ファルコモン。今さら何の用だ。あのさ、もう一回だけ話をさせてくれ。俺結局きちんと謝ってない。ひどいこと言ってごめん。一方的に疑ったのもごめん。ごめんって言うのも悪いところ直すのもお前が近くにいないとできない。だから勝手なことばっかり言うけどさ、戻ってきてほしいんだ。ダメだ。まだ怒ってるのか。違う。だが俺はこれ以上お前と一緒にはいられない。俺が頼りないから。どうしてそうなる？獣が一緒にいてくれる他の連中と一人きりな俺との違うところ、それは弱さだ。みんな自分で考えてる。やるべきことを頭の中でちゃんと決めてる。でも俺は臆病でヘラヘラしててみんなみたいに他人を引っ張れない。怖いんだ。自分で決めてそれが悪い結果につながったらみんなから怒られたり呆れられたりしたら、そう思うと自分で決めること全部怖くて、お前を信じて痛い目見てさ、最悪みんなが死ぬようなことがあったらお前が裏切るなんて確かに想像もできねえよ。けど万が一そんなことになったらって、そういう万が一がすっげえ怖くてお前を信じきれなかった。でも俺だってこのままじゃダメだって思ってるんだ。これからは俺がお前を守れるように頑張るし、もう疑ったりなんかしねえよ。だから、いや、それでも戻れない。なんでだよ。俺だってお前といたい。お前だけに原因があるのならもう戻っている。だがお前のそばにいてはダメなんだ。これは俺の問題だ。だから理由を教えてくれよ。俺のせいじゃないなら何なんだ。理由も言えない。すまない、ミノル。お前は最後には俺を信じてくれたんだな。ありがとう。お前の気持ちは忘れない。なんでだよ。言えない理由って何なんだよ。もしかして俺のせいなのにかばってくれてるのか。もしそうなら俺がもっとかばらなきゃファルコモンは帰ってこない。もっともっと
強くならないと。今のところ特に変わったところはないな。隣と同じで埃っぽいくらいで。この部屋おもちゃがある。人間の子供がいたんだろうな。そうだね。あとは本と古いテレビと、それに、これは？どうしたんだ、たくま。古い写真。みゆきとハル。なぜこの部屋に二人の写真が飾ってあるんだ。じゃあここが二人のお家ってこと？二人のお家？この昔っぽい部屋が。まさかそんなはずは。一体どうして。悪魔、誰か来る。隠れるんだ。え、どこに。テーブルの下。いや、奥の部屋だ。こっち。いらっしゃい、教授。どう？頭のもやとかいうのは晴れたのかな？薄れてはきているさ。だが、そのおかげで混乱している。君は一体何者なんだ？私の記憶がおかしいのでなければ、君は私の前に現れてはいけない存在だ。なのになぜ、今、私の目の前に君がいる？さてね。教授の頭にはもう仮説があるんじゃないのかな。それにいてはならないというのなら、教授こそここにいてはならない存在じゃない。私とて来ようとしてきたわけではない。だが、お姉ちゃんは僕が守る。僕がここにいる限り心配いらない。だから教授さん、僕たちには君なんかいらないんだ。君は元の世界に戻るといい。できるだけ早くね。お姉ちゃんに悪い影響を与えたりしたら僕だって容赦はしないからね。伝えたいことはそれだけだ。さて、僕はもう行くよ。待って。しまった、お姉ちゃん。二人とも行っちゃったよ、たくま。僕たちも追いかけよう。たくま、あれ。みゆき、大丈夫か。ガルルモン、その子から離れろ。のんきなものだ。囲まれていることも分からずに無防備な子供を一人にするとは。お姉ちゃん、何してるんだ。お姉ちゃんを離せ。ん？お前。あら、やるじゃない。もう一人捕まえたのね。面倒なやつが来やがった。面
どう、どういうことだ。あいつら仲間じゃないのか。なんだか様子が変だぞ。ほら、ぐずぐずしない。さっさと子供たちをさらいなさい。でかい顔しやがって。尺だが、この状況では仕方ないか。どの道お前らには思い知らせてやりたいと思っていたと。上がってこい。くっ、悪魔。任せろタクマ。僕がタクマを守る。目障りなんだよ。邪魔をするな。カツを入れてやる。僕の番だね。待たせたな。カイト、それにドラクモン、よかった、来てくれたんだ。戦いの音を聞いた時のカイトの顔、そりゃもう心配そうで。無駄話はいい、やっちまえ、ドラクモン。あーともよカイト、そこでじっくり見ておけよ。べきか。俺の邪魔をするな。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。覚悟してください。連絡する暇がなくて。仕方ないわね。遅れた分大活躍してあげる。頑張って、フローラも応援してるから。どう戦うべきか。Thank you.
してる。持ちこたえて偉かったね、アグモン。うん、僕ちゃんとタクマを守ったぞ。強敵そうね。ねえ、私たちも行こう。うん、うちらだっていつまでもお荷物じゃないもんね。葵さんたちも加勢してくれるよね。もちろんよ。もう気遅れしながら戦うこともないもの。そうね、ラブラモン、あなたの力を見せてあげて。何が守るだ、何が絆だ。何をグズグズしてるのよ。どうやら口ほど腕が立つわけじゃないよね。あまり戦力は削りたくないんだけどね。行きなさい。俺もみんなのために戦う。危ないよミノル、下がって。ファルコモンがいないのに無理しちゃダメよ。ファルコモン、俺が不安に負けて八つ当たりしなければ。ファルコモンはここにいたんだ。不安、そうだ、不安だったんだ。俺はずっと怖かった。怖さに負けてファルコモンのこと信じきれなかった。ごめんファルコモン。謝るのは俺の方だ。ファルコモン、お前は心を入れ替え、不安を押しのけて俺を信じようとしてくれたんだ。最後に信じきれなかったのは俺の方だ。もう一度、今度こそ信じよう。お前と自分自身を。ファルコモン、さあ行くぞ。反撃開始だ。
こっち。よっしゃ、ガルルモンからミユキを引き離せたぞ。くそ、まだ立てるのか。みんな油断するな。君はどうしてこんな。ちょっとどこに行くつもりなのよ。どうするつもりだ。まだやるというなら容赦はしないな。覚えておきなさい。次こそあんたたちを潰してやるわ。あ、行ってしまった。うん、あいつ西の方角に逃げていく。じゃああっちに敵のアジトがあるってわけか。森の向こうに工場みたいなものが見えるでしょ。きっとそこに違いないわ。敵のいるところが分かったんだ。やったね、タクマ。うん、これで敵の本拠地に乗り込むことができるかもしれない。お兄ちゃんたち、お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。いいのいいの、当たり前だって。だって仲間でしょ。仲間か。俺格好悪いな。ミノル、ファルコモンが帰ってきてくれたのは正直ホッとしたけど、結局強くなんて全然慣れてない気がする。悔しいよ。格好悪いのは俺も同じだ。信じろなんて偉そうなことを言いながら、俺が俺自身を信じられなかった。ファルコモン自身を？どういうことだ？俺も不安だったんだ。ロップモンから黒い霧が出た時、俺もああなってしまうんじゃないかと怖かった。自分が何者かわからない、どうなってしまうかもわからない。それなのに不安がっているミノルのそばに戻ったら、ミノルを傷つけてしまうかもしれない。そうだ、それが怖くて俺は戻れなかったんだ。じゃあ戻れない理由を言えなかったのも。ああ、同じ理由だ。こんなこと言ってしまったら、それでもいいから戻れという話にしかならない。ミノルを守るために黙るしかない。俺はそう思い逃げの一手を打ったんだ。俺もミノルと同じように、心の底ではどうしようもなく怯えていた。ファルコモン、俺今でもやっぱ怖いよ。寮を襲った手の化け物に、ロップモンから出た黒い霧、あんなのにも立ち向かわなきゃならないなんて、怖くて怖くて仕方ない。いつも軽口を叩いて冗談ばっか言ってても、本当は弱虫なんだ。でも生き延びたいなら弱虫なままじゃダメだって分かってきた。間違ってるかもしれないって分かってても勇気を持って踏み出して貫き通す。自分で戦えなくたって弱いままでいていいわけじゃないんだ。ファルコモン、やっぱり俺お前を信じるよ。お前と一緒に生き延びるために。だから俺のことを助けてほしい。頼む。わかった。俺もお前と俺自身を信じる。初めて会った時の誓い通り、
お前を助け、守ってみせよう。ファルコモン、やった仲直りだ。おめでとう、ミノル君。気持ちが届いてよかったわね。ありがとう。せっかく仲直りしたんだもん、握手しなよ、握手。私たちも仲直りの時にはしたもんね。そうそう、だからミノルたちも。ああ、それじゃあこれからもよろしくな、ミノル。おう、よろしくな、ファルコモン。それにしても疲れちゃった。まさかこのまま追いかけるなんて言わないわよね。そうね、みんな消耗が激しいし、装備や体制を立て直しましょう。じゃあ一旦戻るとするか。腹も減ったしな。だな、早く帰ろうぜ。こいつらにもたまにはいいもん食わせてやらなきゃな。たまにはとはどういうことだ、ミノル。怒んなって、冗談だろ。みんなもただわり。ううん、もたより仲良しだ。よかったね、タクマ。そうだね、本当によかった。また難しい顔してる。うん、考えてたら頭がぐるぐるしちゃってさ。早く休むべきなのは分かってるんだけど、すぐには眠れそうにないかも。あれ、タクマたちも眠れないの？そうなんだ。タクマもってことはサキも？うん、だから水でも飲もうかと思って。そしたら食堂にタクマがいるのが見えたから。水を飲み終えたら眠れなくても横になっておいた方がいいわよ。タクマもよ、あなたも今日みんなの間を走り回ってたんだから疲れてるはずだもの。そうだね、体だけでも休めなきゃ。アドバイスありがとう、フローラも。ねえ、タクマにも悩みがあるの？え？だって眠れないんでしょ？悩みっていうか考え事かな。わからないことが多すぎてさ。ほん？な、何？考え事の内容話さないのかなって。話したら楽になるかなって思ったんだけど。先に？うん、だってタクマ私の話結構聞いてくれるから。お礼みたいな感じ。そしたら私もまた相談しやすいし。んー、でも言いたくなかったりうまく言えなかったりで相談できないこともあるだろうから、言いたくなったら言ってよ、聞くからさ。うん、ありがとう。はいはい、また私の話も聞いてよね。じゃあ私水飲んで寝るね。おやすみタクマ。あんまり無理しないのよ。おやすみ。おやすみ二人とも。おやすみ。眠い？もう寝る？
そうしようか。行こう、アグモン。さて、報告を聞こうか。アルケニモン、巫女はどうなった？それは、ガルルモンが一度巫女を捕らえました。ですが、その、激しい抵抗にあって、巫女は…取り逃がしたというわけか。敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルルモンが巫女を手放したりしなければ。策とやらに手抜かりがあった。それだけのことだろう。作戦をめちゃくちゃにした奴が責任をこっちに押し付けるわけ？子供たちの心を追い詰め借りやすくしていたのよ。それをあんたが全部台無しに。言い訳はいい。ニエを集めるのも確かに我々の使命だ。そしてあの子供たちが厄介なのも理解しよう。しかし優先順位を見誤るな。我が主は巫女を切に求めておられる。どのような手を使っても構わぬ。巫女をここへ連れてくるのだ。失敗すれば次はない。わかったな？はい、必ずや必ずや巫女を連れて回ります。ようやく起きたのか。おはよう、タクマ。タクマが一番寝坊好きだぞ。こんな張り詰めた状況で熟睡とか、大物だな、お前。ミノル、俺、おいおい、何寝ぼけてんだよ、大丈夫か？ほら、言ってみろよ。今日は何をする日だ？地下水路を渡った先にあるもう一つの島、団地の西側に見えた工場、そこを調べてジジモンの言う世界の境界に詳しいものを探す。まあ詳しいものってのは大方今まで俺たちを襲ってきた敵なんだろうって話だけどな。うん、だから戦いになることを想定して動かなきゃいけないんだ。よしよし、目覚めてきたみたいだね。それで、みんなは？眠気覚ましにその辺うろついてくるってよ。飯の時間までは自由行動。朝食を終えたらすぐ出発しようとのことだ。そっか。だったら、寝ぼすけが起きたよってお知らせも兼ねて、みんなの様子を見に行こうかな。いいんじゃねえの？俺たちも少し、あたりの様子を見てくるからさ。の前に目覚ましのお散歩だな。行こう、タクマ。うん、じゃあまた朝ごはんの時に。
授？どこかへ行くんですか？ごちそうさまでした。さて、朝食も済んだことだし、そろそろ出発しようか。
よし、やるか。ひゃっ。みんな、気をつけていこう。僕も、頑張るよ。バナナとか持ってっていいのかな？おやつに入る？何言ってるのよ、ガキなんだから。緊張をほぐそうと思ったんだよ。バナナはおやつに含まれません。決戦は遠足じゃありません。決戦って言うけど、私たちは何も相手を倒したいから行くわけじゃないわ。そうだね。もちろん葵さんの言う通り、戦わずに情報だけ聞き出せるのがベストだけれども、今までのアルケニモンたちの動きを考えると難しい気もするから、戦いになってもいいように覚悟はしておこう。そうよね。ごめんなさい、私蒸し返すようなことを言って。はあ、グダグダ言ってても仕方ねえだろ。もう行こうぜ。そうだね。準備できてない人はいる？はいはいはい、教授がいません。あれ、そういえばまだ祠から戻ってないんだ。仕方ないな。みんなは先に地下水道へ向かっててくれる？僕はアグモンと一緒に教授を探して連れていくから。了解。んじゃ先行くけど、タクマたちも早く来いよな。あれ、教授が。教授、昨日ハルと話していたことがどういう意味か教えてください。ハル君と？何のことだ？すみません、昨日団地の部屋で二人で話しているのを見てしまったんです。ああ、そういうことか。答えてあげたいのは山々なんだが、そもそも彼が何者なのかを知りたいのは私。どういうこと？何分だいぶだが、彼のす教授。ああ、若い頃。今の鼻歌。春に直接話を聞いてみましょう。君も見たのだろう、団地の部屋で私とハル君が話しているところを。あの様子ではただ質問をしたところでまともに答えてもらえるとは思えない。じゃあ行くんだよね、この水路の中に。昨日の今日でここに入るのはちっと怖いけど、泣き言なんか言ってらんねえよな。行きますか、敵を派手にぶっ倒しにさ。うん、行こう。僕たちは進まないといけないんだから。ドラクモン、敵はいるか？全然だ、影の一つも見えやしね。だそうだ。みんな来ていいぞ。ドラクモン、偵察お疲れ様。たくさん働いて偉いね。敵
敵がいるかもってのはわかるけどよ、いちいち偵察するとか慎重すぎね。警戒はして損をするものではない。ここまで敵が出ていないからといって気を緩めるんじゃない。分かってるって。特にこの辺りは。この辺りは、あの幻を見せられた場所だな。うん、あれはきつかったよね。大丈夫？少し休んでいく？大丈夫。でもどうしても思い出しちゃって。そうね、明るい気持ちにはちょっと慣れないかも。嫌な気分になるのは当然だわ。悪いことじゃない。だからって避けるわけにもいかないだろう。ここ以外の道を探す意味もない。ええ、そうよ。前に進まなきゃ。大丈夫よ。私たちは昨日とは違うもの。同じことがあっても惑わされたりしないわ。そうだよね。うん、こんなところ早く抜けちゃおう。ここまで敵とも会ってないし安全そうだな。一気に突き進もうぜ。今までがそうでもこの先が安全とは限らない。油断せず行こう。それはいいけどよ、こう暗くてジメジメしてっと嫌になるぜ。ああ、さっさと日の光が見たいな。そうね。あれ、葵さん今笑った？え、いいえ、笑ってないけど。じゃあ、サキ？こんな状況で笑うわけないでしょ。でも、確かに笑い声が聞こえたような。どこを見てるのかしら？私はこっちよ。そう、あんたたちの後ろだよ。こいつどこから現れやがった。おい、ドラクモ、偵察したんじゃねえのか。おいおい、確かに道の先にはいなかったぜ。どんな魔法を使いやがったんだ。あらあら、その子を一方的に責めるのはかわいそうよ。私が本気を出せばあんたたちの目から逃れるのなんて簡単なんだからねえ。アルケニモ、とうとう直接手を下しに来たのか。ちょうどよかったわ。こっちから出向こうと思っていたところだから。のこのこ捕まるにやってくるなんて、なんておバカさんたちなのかしらね。させるか！ミュー、俺の後ろに隠れろ。お兄ちゃん、引っ張らないでよ。待て、アルケニモン、今、捕まえにって言ったよな。お前たちの狙いは、僕たちを殺すことじゃなく、捕まえて利用することなのか。あら、失言だったかしら。まったく小賢しい子供。あんたたちが変に知恵をつけているせいでうまくいかないことばかり。私たちのせいにしないでよね。自分が悪いんじゃない。一方的に襲ってきて責任までなすりつけて、そんなんだから失敗するのよ、おあいにく様。この生意気な。てめえのやったことは許さねえぜ、アルケニモ。そのムカつくにやけずら二度と笑えなくしてやるや。あら、
あの時の壊れた坊や、それに一人ぼっちのリーダー様じゃない？また幻を見せてあげましょうか。今度は幸せな夢を見せてあげるわよ。結構だ。僕たちはもうお前の挑発や罠など怖くない。上から目線はそこまでだ。影からこそこそとするばかりの卑怯者め。覚悟しろ。何なの？何なのよ。もう後がないっていうのに、これ以上失敗したら私はおしまいだっていうのに。おしまい？何もかもあんたたちのせいよ。自分の命のため、世界のため、私はこれ以上あんたたちを野放しにはできないのよ。もし僕たちが協力したら、お前は助かるのか？タクマ、何言ってんだよ！お前と僕たちが手を取り合って、どっちにもいい結果にできるなら、戦わない道を取ってもいい。だからお前の事情を教えてくれないか？優しいじゃない。そうだね。じゃあこっちに来てくれる？私の主にはあんたたちが必要なの。あ、ダメだ、タクマ！あ、危なかった。アグモンが叫ばなかったら、タクマ君捕まっていたわ。バカ野郎！話し合いでどうにかなる相手じゃねえだろ。来るぞ、構えろ。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。ミカツの神、してください。私の番ね。ジュエルビーボン。バスター
に任せておけ。どんなもんだこの野郎。大丈夫かミユ。なんとか。シャコモンのおかげ。ミユが無事でよかったわ。さてこのまま行けばあなたの負けよ。今のうちに降参すべきじゃない。僕らも死ぬわけにはいかない。なんとかお互いが生き残れる道を模索できないか。子供ばかりのくせにやるじゃない。だけど残念でした。私たちを見くびったこと後悔しなさい。たちの頭の上に隠れていたからか。納得してる場合じゃないよ。どうしよう、みゆきさんが連れて行かれちゃった。なんてことだ。こんなことならアルケニモンを徹底的に倒すべきだったのか。いやでも儲けてる場合か。追いかけんぞ。待ってよハル、一人で行っちゃ危ないよ。何、一緒にいれば安全だってそう言いたいの？ハル、
お前が敵に情けをかけたりするから、お姉ちゃんが割を食ったんじゃないか。アルケニモンを制御できる実力も倒す力も戦う力すらないくせに、全部お前のせいだ。お前のせいでミユキが危険な目に。ちょっと言い過ぎじゃない？もういい。お前たちに関わっている時間が無駄だ。待ってよハル。うるさい。なんだハルのやつ。いくらミユキが危ないからって様子がおかしくねえか。とにかく後を追おう。アルケニモンをそのままにはしておけ。そうですね、わかりました。外には出られそうだけど、ハル、どこまで行ってしまったんだろう。タクマ君、気になるのはわかるが、あまり突出しないようにしてくれ。そうだぞ。さっきみたいにいきなり敵が現れるかもしれねえんだ。ああ、アルケニモンが我々を放っておくとは思いがたい。ミユキ君をさらわれて、我々は大いに焦っている。奴らはこの焦りを利用してくる可能性がある。罠が張られていると考えた方がいい。つまり、むやみに進んだら危ねえってことっすね。だけど急がないと、今度はミユキとハルが危ねえし。二人なら大丈夫なはずだ。なぜだ？先ほどアルケニモンはミユキ君のことをミコと呼び、殺さずにさらっていった。我々を焦らせるためだけにさらったとも思え。奴らはミユキ君を何かに利用しようとしている。つまり、利用価値がある間はミユキは殺されないってことか。そうだ。そしてハル君もミユキ君が無事なら下手な行動には出ないだろう。姉の危機だぞ。どうだかな。姉の危機。姉か。あ、どうしたんだ教授。あ、いや、すまない、何でもないんだ。教授の言うことはわかるけど、でもハル君の焦りっぷりを見ると、そこまで冷静な判断ができるかは疑問よね。ミユが危険になった時のお兄ちゃんみたい。確かにあの焦りを加味すれば大丈夫だとは言い切れないか。だが焦って我々まで倒れてはならない。素早くかつ安全を確かめながら進むべきだ。慎重に急げって矛盾してないか。どうしろってんだ。いや、教授の言い分はもっともだ。僕たちが倒れればミユキは救えないんだから。せめて罠があるのかどうかさえ確認できればね。それなんだけど、カメラで確認しながら進むのはどうかしら。それいいかも。敵の痕跡があればカメラ越しに気づけるかもしれないわ。うん、葵さんの案で行こうよ。あたりをカメラで見ながら進もう。みんなでミユキとハルを助けるんだ。さすがにこんなすぐ近くには罠とか張ってないとは思うけど。わからないぞ、油断するな。地下水道に入る前から罠を仕掛けていたなら、この辺りに罠が張られている可能性はある。アルケニモンがどれくらい計画的に襲ってきたのか次第ってことか。一応調べてみるか。
がたくさんあるけど。これはファルコモン、何かわかるのか。この気配は我々の同種の亡骸だ。亡骸って死体ってことか。ええ、もう消えかけてるけど。大丈夫だクネモン、心配すんな。死体は襲いかかってこねえよ。襲いかかってこねえよな。ひどい。一体誰がこんなことしたのかしら。罠ではないみたいだけど、より慎重に進む必要がありそうだね。Remember to watch anime and read manga.